今日のイカれた偉人は毛利輝元、毛利元就の孫、そして五大老の一人として有名ですね。そんな輝元には児玉家という家臣がおりました。ある時輝元が児玉家の家を訪れた時、家の前で児玉家の園子という少女が遊んでいました。皆さんもうお分かりですよね。そう、35歳輝元、この少女をロックオンします。このキモい視線に気づいた児玉家は園子を別の武将のもとに嫁がせます。まあキモいおっさんよりマシですね。でもキモいおっさんは諦めません。なんとその武将から無理やり園子を奪い取り、自分の側室にさせました。その後3人の子供を産ませています。ついでに園子と結婚した武将も暗殺しました。皆さん、少女に執着するのはやめましょう。ではまた。